ひなの避難所、ひなひな。世界のお姉様お嬢様、おはようございます。ひなです。本日自家製のカヌレをいただきましたので食していきたいと思います。とある活動でお世話になっているお兄様、今回もありがとうございます。住んでいるところが実は近くて、昨日私の仕事前に改札口までこちら持ってきていただいたんです。ありがとうございます。メインのカヌレと、あと他のお菓子もつけてくださいました。いつもありがとうございます。そして昨日仕事が終わって家に帰って早速撮影しましたので自慢させていただきます。本来こちらのカヌレ5ついただいていたんですよ。家に帰ると4つになっておりましたので写真は4つです。ありがとうございます。今回母も大絶賛しておりましたので、私も今朝初見で食べるのが楽しみです。それでは、少しレンジで10秒ほどチンした方が美味しいというのを聞いていたのでチンしてきます。とっても可愛くご包装してくださっていて、洋菓子屋さんで販売できますよね。というかこの方、洋菓子屋さんとか料理系 YouTuber されたら人気出そうな気がします。はい、それではチンして、いつものカレルチャペックさんの桜フェアリーティーも用意しましたので、カヌレいただいていきます。いただきます。本当にすごいですね。もともとカヌレ好きなので、たまにカヌレ買って食べているんですけれども、売り物と見た目変わらないです。作ろうと思ったら大変なんですよ。確か2日がかり、一晩寝かせないといけないとかで、すごい本物そっくりというか本物なんですけれども、早速いただいていきます。いただきます。といっても料理の仕事をされているので本当にプロなんですよね。桜フェアリーティーも安定の美味しさでとっても美味しい。いただきます。もともとカヌレが好きといってもレンジでチンすることを知らなかったので、いつも常温で食べていたんですよね。京都の東山の方でもう閉店してしまったフレンチでもデザートにカヌレを選べたんですけれども、そちらも確かチンをしていなかった記憶があって、というか結構小さめのカヌレだったので、お、すごい、何かのお味ですね。最近のカヌレはいろんなフレーバーが出ていますけれども、イメージしていた代表的なカスタードの色をしていませんでした。何でしょうか。すごい、温めたことによって食感が作りたての美味しさです。私の好きなカヌレです。美味しいです。いや本当に売ってるのより美味しいんじゃないですかね。無添加ですし、お味はほんのりココアかもしれません。ココアですかね。本来のカスタードの成分がやっぱり強いので、私の好きなお味です。美味しいです。ありがとうございます。何よりもこの食感を出すのが難しいと思うんですけれども、この食感がまさしく本当に本物でとっても美味しいです。逆にパン屋さんとかで購入すると側面がしっとりしてしまっているんですけれども、こちら側面の食感もちゃんと残っておりまして、美味しいです。そういえばせっかくおうちカフェなのに、最近さやかちゃんの日が終わってほっとして睡魔がすごいんですよ。今日もゆっくりと寝てしまっていたのでなかなか時間がなくて、昨日も少しだけ今回のおうちカフェで何を話すか考えておこうと思ったのに、布団の中入った途端寝落ちしてしまって何も考えていないんですけれども、マギアリコードユーザーの皆様、今回の古代エジプトのお話はいかがでしょうか。クレオパトラに仕えていたエボニーさんという
オリジナルの子が今回魔法少女として活躍しておりますが、古代エジプトの世界観も好きです。というのも宝塚さんの舞台王家に捧ぐ歌が好きなので、あの舞台を見た時の感動がちょっと蘇ってきました。前回もチャチャ姫っていう映画が好きで、その時の感動が蘇ってきましたとか言ってましたけども、もしかして紛れ子スタッフ様の中に宝塚空組の王子様が好きな方がいらっしゃるのでしょうか。そんなわけはない偶然です。ただ前回三日月荘、今回がときめ一族、そしてということは次はミスドちゃんではないかと思って、すごく心待ちにワクワクした気分が上がってきました。といっても今回のときめちゃんも本当に可愛くて、まぎれこさんから思わぬホワイトデーのプレゼントをいただきました。もうりょうこちゃんが本当にかっこよくて、あのまぎれこ本編だと結構ときめ一族のシーンだとメインの3人しか出てこないことが多かったじゃないですか。今回5人全員揃っていてご褒美です。運営様ありがとうございます。りょうこちゃんが本当にかっこよくて、大事なことなので2度言いました。前回の三日月荘の時はつるのちゃんとやっちゃんの演じた子たちが実際の歴史上にいたよという話だったんですけれども、今回は一族の掟に縛られたときめ一族がやはり一族の掟に縛られたエボニーさんと出会っているので、何かしらのグループごとに自分たちと少し共感の持てる歴史の子たちと出会っていくのかなと思いました。ということはミスドちゃんの時は悲しい思いをさせられて復讐心に燃える、そんな子たちと出会うんですかね。あっという間に暖かくなってきました。皆様春を感じていらっしゃるでしょうか。花粉症がすごいよとおっしゃる方は大変ですね。というか私もすごいんですよ。ハーブティーを飲んでいるので前ほど症状は出ていないんですけれども、エルダーフラワーというハーブティー飲んでいるので大丈夫なんですけれども、気を抜くとくしゃみとか出ます。美味しかったです。何より私の今回ここが美味しかったよというポイントは、やっぱり外のカリッとした食感と中のしっとりした食感がまさしく私の好きなカヌレでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。錬金真っただ中なのに本当にゆっくりと寝てしまって結構やばいです。ということで紅茶の方は動画を切ってからゆっくりいただきたいと思います。ごちそうさまでした。本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。